WR-102 化は銀河中心付近にあるウォルフライエ星製で基地の銀河系内の構成の中で最も高度が高いものの候補の一つである。WR-102 化が位置する銀河中心の近くは視光では厚いゴミに覆い隠されて全く見えないがゴミを見通すことができる赤外線であれば観測することができる。 WR102 化は、セロトロロ半米天文台で1996年から2000年にかけて実施された、赤外線装填観測で得られた画像の中から、銀河中心近くの奇践性を見つけ出すため、その候補を絞って、ラシア天文台の新技術望遠鏡や、セロトロロの4メートル望遠鏡で2000年、2002年に、分光観測を行った結果、ウォルフライエ星であることが、 明らかになった。赤外線源としては、それ以前ミニマスで検出されている。また、赤外線宇宙天文台の銀河中心、装点観測でも検出されている。WR102 化という名称は、銀河系内のウォルフライエッセイをまとめた、バンデアハックドのカタログ第7版での命名規則を踏襲している。この規則は、カタログ第6版で、 WR1 から WR158 まで設計順に付与した名称を変えずに新たに発見されたウォルフライエセイを設計を基準にして第6版のカタログに挿入し追加された分は設計順にアルファベットの小文字の A から設備字を付加していくというものである WR102 は設計がカタログ第7版に収録された WR102 キロと WR102 リットルの間にあることを意味している。WR102 化は銀河系の中心からほど近い場所に存在し、天球面に遮影したいて座英からの距離はおよそ62光年と計算される。スピッツァー宇宙望遠鏡による近赤外中間赤外での観測で WR102 化の高度が推定され、 太陽のおよそ320万倍とされた。この高度は基地の銀河系内の構成で流骨材位多性に次いで高いものであった。どちらの星も高度が正確に決定できているわけではなく WR102 化は流骨材位多性と同等の高度である可能性もある。WR102 化は初期質量が太陽のおよそ150倍、現在の質量が 太陽のおよそ100倍と予想される質量も非常に大きい星である。中間赤外のスペクトルではゴミの豊富な成分からの放射を示す赤外超過がはっきり見られる。WN 型のオルフライエ星で青春人の証拠が見つかったのはこれが初めてである。ゴミの殻は内径が星の半径の1000倍程度と見られる。また、 水素分子の純粋な回転繊維による気線も検出されており、これも進化の進んだ大質量性で検出されたのは初めてのことである。温かい水素分子からの放射は、静止物質が中心星からの放射で光り返りする領域と関係しており、その少し内側は非領域になっていると考えられる。このことから予想される WR102 かの周りの非、 領域の半径は、おおむねスーパーセクで、一般的に進化した高温度性の周りで見られる非領域より、かなり小さい。これは、WR102 化が、生管物質の密度も圧力も高い領域に位置していることを示唆する。中間赤外の画像では、WR102 化を取り巻く星雲が直接、検出され、その見た目から、ボタン星雲と、あだなされている。 銀河中心付近で長周期変更性を探す。装填観測によって、WR102 では近赤外で0.1から0.2等級の変更も検出されている。ありがとうございます。